2023年の柏レイソルを解説。主な移籍はこちら。柏一筋の大谷選手が現役を引退、清水から長身ディフェンダーの辰田選手を獲得しました。予想フォーメーションは 4-3-3 です。ネルシーニョ監督の下で再びタイトル獲得に挑みます。注目は細谷選手。昨シーズンは8得点を決め、ベストヤングプレイヤー賞を受賞しました。開幕戦はホームでガンバ大阪と対戦。2月18日土曜日15時キックオフ、ダゾーンでライブ配信されます。